はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと。申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーとやさぴこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初バタバタしましたね。セーフ。はい、はい、こんにちは。ちょっとね、うん、まあ、方針状態バタバタするとね、方針状態、ね、脳がねちょっとね、はい、はい、はい、というわけで、はい、皆さんお元気でございましょうか。お元気でしょうか。はい、私たちはお元気です、はい、梅雨は外れたんですよね先週のね。ね、当たった日曜日に入ったんかな。じゃあ当たったんや。分からん。っていう話はやめましょう言って言ってますけどね。だからでもね、はい、梅雨がね、うん、開けるのは、うん、入るの遅かったのに開けるのは同じぐらいで、うん、結構、うん、短いの。なんかしとしとというより結構量が降るっぽいですよ。ああそうなんや、集中的にね、うん、へえ。天気の話はだから座り位置が定まっていない。定まってないですね。やばいやばい、はい、はい、今日はということで、うん、今回は、はい、あの、あれでございます、うん、もうね、人生の折り返し地点とか、ね、はいはい、なったりとか、はい、もう、まあ、寿命が分からへんからどこ折り返しか知らんけど分かんないですけどね、もう一人折り返してるかもしれないですからね。そう、分かんないけど、はい、なんか私もほら子供も二十歳になって、うん、まあ、まだ学生ではあるものの、うん、言うてもあと数年でって離れるじゃないですか。あ、そうですよね。そう、うん、って思ったらね、うん、もう、そろそろというか、うん、今後の、うん、どうやって年を重ねていくかっていうことをなんか考えていきたいなって思うようになってきたんです。はい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 、はい、っていうのがね、うん、まあ、あの前も親の話とかしたんですけど、はい、やっぱり親がね、うち 無趣味、ああ、特に父親が、あ、そうですよね、言ってありましたね。趣味がお酒ぐらいで。そうか、うちもやねんな、趣味ないねんな、お酒もないからな、うん、でもお父さんまでほら自転車乗って あのちょっと徘徊する。徘徊って言ったかサイクリング、サイクリングするのが好きじゃないですか。うん、そうですね。そう、でもそういうのもいいと思うんですよ。趣味って読んでいいんですかね。いいと思います、いいと思います。うちお父さんそういうのもないから、結局なんかずっとお母さんいてへんかったら話し相手おらんとか、うん、あ、一緒もいいです、それ仲いいじゃないですか。それでもお母さんからしたら煩わしいんです。お母さん結構一人で好きなことしてたりとか。ああ、なるほどなるほど。そう、うん、かといって、うん、なんかあの趣味を見つけちゃやめ見つけちゃやめってする人だから、うんうんうん、今まで お花とかも大好きやけど、うん、もうなんかずっと触ってると腰が痛くなったりとかするから、うん、もうどんどん増やすどころか減らしていったりとか、お庭のね、あ、そうか、体の不調があると減らさざるを得ないのか。そうそうそう、していったりとかするけど、うん、それでそれで新しいこと始めたらって言ってもう、もうなんか煩わしいからいいとか、うん、あ、そんな感じになっていっってるんですよ。なるほどね。そう、でもそういうの見てるとね、うん、あの、まあ、うちの親の場合はそうやけど、うん、最近よくなんか、うん、あの60に70とかになってラップ始めたおばあちゃんとか、うんうん、ああ、そうそう、あの YouTube で面白い入院してるおじいちゃんのラップバトルっていうのありますよね、漫画で、うん、なんか結構そういう年齢いってからなんか3人組のグループ作って、うん、はいはい、ダンス踊ったの TikTok 上げてる人とか、なんかそうやってね、うん、なんか年齢制限をつけないで新しいことどんどん始めてる方ってやっぱり生き生きしてるじゃないですか。と思います、うんね、だ絶対衰えて体も衰えていくとかっていうのはみんな共通やと思うんですけど、うん、なんか自分に年やからって暗示をかけて、うん、なんか新しいこと始めないのってなんか寂しい、もったいないですね、うん、でしょ、うん、って思ったら、うん、なんか自分も、うん、私も言ったら、はい、趣味がもうお酒と仕事やから、ああそうかそうかそうか、そうそうそう、うん、って思った時に、うん、なんかねもうちょっと先、うん、これから先も楽しめるようなことを始めるとか、うん、なんか興味持つとかしていくっていうのはいいよなとかって思って、そういういろんなことしてる人たち見てて思う。なるほど、ね、なんか今 やってみたいこととかあります？今のは、あ、まあ、最近それをなんか考え出したと思うので、全然やっぱり仕事が忙しくて、うん、なかなかねそこに時間取るとかっていうのができてないのは現実ではあるんですけど。なるほどね。あれ、あの YouTube とかの、うん、そのまあ、シャナナ TV で、うん、そのアーカイブだけの番組でね、うん、まあ、例えばスナックアミコとかそういうのキノコな、スナックアミコとかなんかやってみたらいいんじゃないですか。なんかそういうなんていうんですか、おじさんキラー
おじさんキラーはね、もうね、昔やったんですけど、昨日はどうなんでしょうね、うん、まあでも相変わらず未だになんかちょっと変わったおじさんにやたら取り憑かれる、うん、取り憑かれるって言わない、取り憑かれるって言わない、はい、ねえでも、うん、そうそうそう、そういうことを考えるようになって、うん、なんか例えば、うん、YouTube とかでも最近60代になって、うんで、うん、あの時間ができたから YouTube 始めてみたとかいう人とかも結構言い張ったりとかするから、うん、いいですよね、そうで結構そういうパターンと、うん、女性の方が多いような気がするんですよ、そうなんや、うんうん、男性陣より確かに確かに、うん、女性の方が恥じらいが少ないんですかね、あそうですよね、なんか、あの突き抜けれるというか、うんうん、ね、思い切ってできるのは女性の方が多いかもしれないですね、うん、とかはあとあの、うん、顔出ししないで例えばお料理、うん、手元だけ写してってやってる人もいるし、うん、あ好奇心旺盛ですよね女性の方がね、そうそうそう、だからね、うん、今はもう何でもなんか挑戦してみれる、うん時代やから、ねうんうんねまあ、苦手なこと例えばそうやってね YouTube やってみるとかってなっても、うん、あの編集はちょっと無理やわってなったら、うん、それをプロに任せればいいし、うん、自分のできるとこまで撮ることはできるから撮ってみるとか、うんまあうんね、なんなとやってみたらいいんやけど、うん、それこそうちの母親 YouTube 見るのすら教えてももう煩わしいって言ってしまったりするから、ね、どっちが楽しいんやろなって、いやチャレンジいろいろできた方が楽しいですよね、ですよね、大人げないお年寄りになりたいですね、そう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 、そう僕あのテーマ大人げないな、大人げないがテーマなんですけど、うん、そのねイベントで大人げないとっていうイベントを前よくやってて、うんうんうん、でもそれ大人げないとって書くと大人気ないとって書けちゃうんですよね、うんうん、大人げって大人気なんですよね、うんうん、だから大人げがない、うん、そのなんかこう年がいもないことをずっとやり続けていくとかっていうのって、うん、なんかちょっとすればね、人から見たらあなんか批判されるんちゃうかなっていう恐れとか、別にもうこの時代そんなんどうでもいいから、うん、そんなんぶち破ってね、うん、そのなんていう大人げないことをどんどんやっていくというか、うん、年がいのないことを、うん、あのやっていくのは僕いいんじゃないかなってすごい思うんですけどね、まあね局長あれですもんね、うん、羞恥心ないですからね、まあなチャック開いてるしな関係ないわねえ、はい、と思ったりとかし、なんか局長これからなんか挑戦したいこととか、うん、そういうのを思い当たることあります？もうやりたいことだらけなんですよ、うん、ほんまにですよね、あれもやりたい、大体新しいもん好きやからね、そう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 、うん、だから時間もっともっと欲しいっていうぐらいやりたいことで、今ちょっとあの気楽になったじゃないですか会社も、うんうん、でもやりたいことが山盛りで、うん、ほんまねどれから手つけようかうろうろするぐらい、うん、うん、ですね、でもやりたいこといっぱいなのは分かるけど、うん、やらんといかんこともやってくれへんからちょっと困ってるんです、そうね、それね、だからあれやってってってカッ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 って送るんです、あれまだこれまだっつって、うん、そう ねありますけど ねでもあのほんまアミコさんとかも、うん、その趣味で YouTube やると か、うん、だから趣味と仕事の境界線をあんまり引かないって僕はおすすめしたいなと思いますね、うん、うんねえ、うん、まあまあでもまあ言うてやっぱりさ、うん、私は作業的なことが多いから、うんうんうん、やっぱりそこに時間はどうしても ね取られがちではあるんですけど、ね、うん、うん、っていうようなことを、そうですね、はい、いや年取っても楽しいこといっぱい見つけて、楽しいこといっぱいして、何あのおじいちゃんおばあちゃんはしゃいでんのっていう感じになりましょうよ、長生きできると、うんうん、その方がね余生楽しいですから ねということで、うん、あの楽しいこのコーナーをご覧ください、どうぞ。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。下心でポン、それでも狙うぜ国士無双小一でございます。 YouTube 中学へようこそ。さてこのコーナーはですね、奥さん知ってありましたか、こんなことを、人物出来事なんかを紹介していくコーナーでございます。おなじみお三方こちらでございます、どうぞよろしく。はい、2回目でございます。挨拶変わりましたね。そうですか、はい、うん、あの多分ね徐々にこのいろいろこうバージョンアップしていくと思うので、はい、これからちょっと楽しみにしていただきたいんですけど。楽しみです。ね、前回ちょっとやりましたよこれ。そんなことしない。
はい、すいません、すいません。2回目ですけど。2回目です。ね、どうですかね。前回見ました、ちゃんと。前回面白かった。面白かったですか。見ましたっていうか、出てました。出てましたね。はい、後々確認とかしました、ちゃんと皆さん、ご自身で。鼻毛チェックしました。鼻毛チェック。はい、大事です。大事です。大事なところ。自分が面白いところだけ集めてました。あ、大事、大事。ね、大事ですね。はいはい。あ、見てません。なるほど、なるほど。まあまあ、そんな感じで2回目やることになっちゃったんですけども、ね。大変好評で。ありがとうございます。ね、ねちょっとまあ、今日もまたちょっと新しく紹介したいんですけども、はい、あのね今日もちょっと、人でございます。人、はい、おお人ですね、今回も人、はい、まず出ます、はい、こちら、うん、さあ、ね、はい、知ってるような気がする、はい、あのね江本明さんではございません。あ、違う、違うんですよ。さあ、でこれね、もうファーストインプレッションで、はい、第一印象で、はい、あの何した方か当てていただきたいんですけど、一人二ボケまででお願いします。あれでしょ、なんかお札乗ってたでしょ。お札、うん、はい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 、お札乗ってた、乗ってそうですね、確かにね、うん、何乗った人かは分からへんけど、うん、はい、お札乗ってたような気がする。なるほどなるほど、うん、はい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 、次、うん、そうですね、うん、日本で初めて、うん、と何でしたっけ、丸いタピオカ、タピオカドリンクを売り歩いた人です。地下、はい、こう頭丸いし、タピオカみたいな。この間のカプチーノ引っ張ってますよ。ちょっとドリンク、はいはい、なんか気に入ってるようなドリンクつながり、ね、うん、はい、姉さんちょっと一声お願いします。世界一、うん、一番、うんうん、世界一一番、うん、首毛を伸ばした人。首毛、首毛、あ、これ顎じゃないんや、これ。なるほど、あ、これ、顎ですか、これ顎じゃない、首から生えてるんだよ、首から生えてますよね、首ですよね、これ、でもこれ伸ばしすぎたらネクタイになったりします、ね、あ、いいですね、おしゃれですね、もういいですか。じゃあね、名前が出ます、はい、この方、はい、健康呼んでください。三井さん、三井です、田中久志さんという方でございます。三井久志やな、ね、まさかご存知の方、人形の森重の人、人形の森重それなんですか、はいはいはい、知らない、あの知らない、スラムダンクのスリーポイントシューターだと思いました。あ、いましたっけ、こういう感じの、いました、いました、今嘘です。なるほどね、いいですか、キャプチーノ。さあ、さあ紹介します、うん、ね、この方はなんと東洋のエジソンと言われた発明家の方でございます。え、発明家、発明家なんですよ。あ、そうなんや、うん、ね、発明家というと日本人で聞くと、まあ、ドクター中松さんとか、あ、ドクター中松、ビョンビョンってね、まあ、クリエイティブな仕事の反面ちょっと、まあ、まりつばなところのイメージもあったりとか、はい、いいイメージもあったり、もう悪いイメージもあったりも、どっちもなんですけども、うん、大好きです、ドクター中松、あ、ホームスパー、うん、好きそう、ピョンピョン飛ぶやつですね、フロッピーディスクなんかもね、あの人が開発した。あ、そうなんですか。でも実際なんか実用的なやつって、うん、灯油のやつだけらしいですよ。あ、そうなんですね。シポシポ、なるほど、まあね、そんなあの東洋のエジソンとまで言われた方ですから、あのガチの方です。あ、ガチの本物の方ですね、別に興味飛ばないです。そうなんですよ。でね、ちょっとまあそれ順番にあの説明したいんですけども、ね、まず言っとかないとダメなのが、うん、絶倫です、この人。お、はい、待ってた。それもね、ただの絶倫ではございません、はい、あの頭ですね、頭、脳みそが絶倫なんですよ。脳域、脳域、あのね、頭でグリグリグリって押し付けると気持ちいいタイプですか。ね、もうそうしておきます。一切否定してくれ、はい、いや、あのね、そのまあちょっと言い方あれなんですけども、はいはい、とにかくもう なんというかな、こう朽ちることのない探求心、好奇心の塊なんですよね。で、僕はね、ずっと研究してあるってこと。そうで、ね、僕はこう名付けたんですけども、うん、これ、はい、名付けて脳筋絶倫男と。脳筋絶倫男、はい、脳の筋肉の絶倫の男と。あ、はい、これね、ちょっとあの後の方で重要なワードになってきますんでね、ちょっとみんなで復習、うん、出しても出してもいうことですね。そうですね、はい、みんなでちょっと、はい、復習しておきましょう、ね、はい、はい、せーの、脳筋絶倫男、はい、はい、もう一回せーの、脳筋絶倫男、はい、そうですね、はい、じゃあね、この人順番に説明していきたいんですけども、はい、もともとの生まれが、うん、実家があの別工細工ありますよね、はい、別工、うん、はい、うん、あれの、職人さんの
ご子息としてまず誕生なさる職人さんの家、ね、職人さんの家なんですよね。でまあいろいろこう子供の頃からお父さんがこういじったりとかするのを見てて、すごくまあ脳筋ですから、はい、すごく興味が湧いてくる。別行に別行というかね、お父さんの別行をお父さんがいじってたのも興味が湧いた、うん、とにかくもう飲まず食わずは当たり前、あもう下手したら1週間徹夜したなんて噂も残ってたり、ずっとやってはったんですか、脳筋ですか、脳筋絶倫ですから、はいね、でその才能がねもう早くに若干9歳にしてもう開花いたします。これをねまず作ったんですけども、これ名前がねこれね、これね、うん、9歳の時に作ったの、これねちょっとこれはイメージなんです、あくまでこれではないんですけども、赤酢のすずり箱というのを9歳で作っちゃうんですよ。それ何かというと ね、うん、あのね今までいう多分筆箱みたいなもんですよ、はいはい、うん、でこれはね、うん、あの寄せ木細工っていうの聞いたことないですか、はい、あ木をと木をこうくっつけて、そう、釘とかを使わずに一切、うん、でただカパッとは開かないと、うん、何工程か仕込まれたからくりを解いていってやっと開けれると、うん、あのダヴィンチコードみたいな、そうです、そうです、その通りです、あ、はい、まあね、指輪とか大事なもん0点の答案入れたりとか隠しといたりとかするようなんですよね、うんうん、で、この久重先生が作ったのは、まあ、これではないんですけども、これに近かろうというイメージでございます。ああなるほどなるほど、はい、こういう感じのものであった再現みたいな、そうなんですね、でやっぱ子供なのでやっぱ人気者になるわけですよ、もう、うん、そこうやって開けんねん、あ、え開けへん開けへん、ちょひさやん開けて、ひさやんひさやんって呼ばれてる、しげちゃんしげちゃんしげちゃん、ちょ開けてやーって、俺やったらいけれるで、もうヒーローになるわけですよ、うん、でそういう子いましたよね、小学校の頃なかなかね、クラスで中心的な人物の方、うんうんうん、ね、でそれで味を占めてしまった久重少年、なるほど、自己肯定感そこでめっちゃ上がったんや、はい、もうね、うん、そっからはもう何でしょうね、もう人を驚かすこと楽しませること大好きなんです、うん、あなるほど ね、はい、分かるわ、もうものづくりの道へとずっと没頭していくわけなんですね、はい、でその次ですね、はいはい、これね見てください、これまあこれはこれこの人が作ったの、そうこれね二十歳になる前にこれを作ったと言われてます、え10代で何なんすかこれね、弓引き同士と言いまして、はい、からくり人形なんですよ、あ動くんだ、さっきねあの最初の段階でクマ子が人形って言った瞬間ちょっとドキッとしたんですけど、ああ、うん、森重じゃない、そう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 、うんうん、はいはい、あのからくり人形師というこういうのも、昔ほら、お茶こう組んで歩く人形みたいなのあったんでした、うん、したあなんかしま、ね、うん、ね、まああれもこの方が作ったんですけども、そうなんや、これはね、これね、なんか真鍮とかでできてるんですけど、うん、これすごいのがね、このまあ弓を一本と、あごめんなさい、矢を一本取って、はい、で弓を引いて、うん、ここにある的をいるっていうのを、うん、ゼンマイ仕掛けで全て行うんですよ、えぐ、でね、これね後々いろんな人が研究して、うん、解体するんですけど、うん、現在の AI を搭載した二足歩行ロボットありますよ、ね、うん、あれのも礎になっちゃってるんですこれ、どういうこと、200年前にこの構図が今のロボット技術にも生かされてるんですよ、うん、これをもう200年前に作っちゃってるんですよね、すごいな、うん、何こうゼンマイとかゼンマイ、そう、動力がゼンマイか電気かの違いだけなんです、今はそれが電気になる、そうなんです、あじゃあその動力というか動き方とかっていうのが、うん、はい、これね、そう、動画で見せれないのがちょっと残念なんですけども、うん、まあびっくりします、もう動きは完全に人間ですね、へえ、モビルスーツも真っ青ですよ、本当ですね、滑らかに動くって、滑らかに動きますね、でもう一つあるんですけども、うん、これもそうなんですけどね、はい、これあすごいすごい、これは、ね、文字書き動詞というんですけど、え字書くの、字書くんですよ、嘘、筆でこうやってこの字を書くんですよ、これえそれなんて書いてるの、卵、これねことぶきですね、あことは卵じゃない卵、え江戸中期の人何の出たんでしたっけ、生卵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 、うん、まあ多いと言い、はい、これね、いろんな、まあ、この識別をね、はい、ここ、ことぶきやったらことぶきにするとか、はい、まあ、他に 何文字かパターンがあるんですか、あるんですか、なんかオルゴールの板変えたら変えるみたいな、そうです、そうです、できるんば、
これがね、200年前これ。これ200年、1800年代です。やば。で、すんげえ食いついてる。そうそう。で、この下もね、今でこそまあ足がね、ついてロボットになってますけど、こう動かすこう原動力となっているこう仕組みがもうここですでに作られてしまってるわけなんですよね。なんとすごい。で、やっぱこういう才能を生かして、この方は、まあ、各地、いろんな、地方を行脚することになります。はいはい。からくり師として。なるほど、なるほど。これを持って動かして。まあ、やっぱ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、みたいな感じですね。で、やらせてもらうような感じ。ね。で、それを、なりわいとして、仕事として、まあ、生計を立てていくんですけども、でね、さ、次行きますね。で、その技術を生かして、はい。このね、やっぱ人を楽しませること、人の役に立つことを命の方ですから、何か人の役に立ちたいものを作りたいと、でこれなんですけどね、これ何見えますかね。いや見るからに電球じゃないですか。チューリップが咲く前の状態を。今日ちょっと調子悪ないですか。なんかええんですか。まあはい、もう見ての通りこれランプですよ。ランプ、ナタネ油。ランプかルネッサンスかどっちかかな。ああ、グラスね。なんかオランダはなんかビール入れる。ありますね、こうやってね。考えてください。これまでこの時代って明かりって何でした？油。なんか提灯みたいなやつ。ね。アンドン的な。ろうそくですよ。あ、ろうそくか。夜は全部。ね。糸でね。そうなんですよ。あれしかなかった時代。これ初めてこの空圧式って言うんですけども、中がポンプ式になってて、下のこうなたれ油を吸い上げて上が火を灯るっていうシステムになってるんですね。でこれでまあ何がなくなるか、まずメリット第一として火災の心配がまず減るんですよ。え、どういうことどういうことですか。夜はもう生のろうそくしかなかったわけですよ。あれはもう寝てる間、寝る前誰か消さんとダメですよね。下手したら転がって火ついたりとか、これは覆われてるし、勝手にこれ空圧式になってるんで、途中でもう油がなくなったら勝手に消えるようになってるんですよね。はー、でもそれガラス？ガラスですね。ちょっと上は開いてるんですね。そうなんですよ。倒れた油ね。ね、でこういう風にして、そのまあからくりで培った技術を、これからは人の役に立つような生活へと方向チェンジをしていくわけですよ。あー、なるほど。ね、そうなんね。そうなんですよね。でさらに次でしょ。これをね説明するためだけにね、1回分ちょっと収録いただきたいぐらいだったんですけど、何これ、はい、これ何に見えます。時計、ガンダム一発で言うでしょうか。はい、これね、この生活、人の生活、これ時計なんですか。これ時計なんです。人の生活に、密着するようにシフトチェンジを果たしました。はい、でこれね、ちょっとまあ触れることできないんですけど、長すぎて、当時歴史上で大塩平八郎の乱っていうのが起こります。ああ、聞いたことある、聞いたことある。はい、ね、めっちゃ塩吹く人です。塩吹き平八郎の乱。まあちょっとここ出しておいていただくんですけども、それによってこの久重先生のご実家、家もなくなり、全財産がなくなってしまいます。さあピンチを迎えました。さあここで、この人なんて言われてましたっけ。せーの、脳筋絶倫男。逆境に立ち向かうわけですよね。そうしてできたのがこの人の集大成とされるこの時計なんですよ。時計、これも日本のもう重要文化財、国家遺産なんですけども、はいはい、まあ、大きく言ってね、さっきこれ一つ説明するのに一回欲しいって言いましたけども、まあ、簡単に説明すると7つの機能がついてるんですよね。はいはいはい。で目覚まし、そう目覚まし、鳩が出る、鳩出るのもこの人が考えた。最初、でこれね、上のところがちょっと天体になってるんですけども、はい、これ太陽と月の動きですね。これで分かるんです。分かるんや。であとね、そうで、あとまあ西洋時計、和時計、あと曜日、曜日、でね、一番驚くのが二十四節気って言いまして、はい、季節、季節、まあ細かく分けるですよ。冬至、夏至、大寒とかよくあるじゃないですか、天気予報で。あれがね24通り出るようになってるんですよ。嘘、これ200年前。200年前、すごいね。すごいでしょ。え、ゼンマイ、これはね、そう、名前がね万年時計って言うんですけども、あのね、なんで万年かというと、当時の時計っていうのは、まあ、ゼンマイね、ゼンマイと、まあ、1日2日で、大体もう一回、ダメなんですけど、これは1年間もったらしいです。
って言われてます。何で動いてんのこれ、うん、てかこれ大きさってどの大きさね、そう縦60センチだったかな確か、うん、ただね、そうこれまあレプリカなんですよ、はいはいはい、もう当時のこの、まあ、材料とかが集めきれなくて国家プロジェクトとしてこれを解体して作り直したと、それでも、うん、約何年かかかったみたいですね。もうこの、うん、プロジェクトでやってもう筆算がえげつなすぎて、はい、うん、この人の頭の中にもついていけなくて、うん、ね、やった。でこの時でねちょうど年がね50手前ぐらいですかね、あ、これを完成させた、完成させたのが、ね、まあ40数年、まあ、こういうことに携わってきまして、うん、まあ、集大成とされるこのね万年時計を作り上げるわけですね、うん、でそろそろお時間が、はい、あ、今日はねここまでにしておきます、あ、今日はここまでです、あ、じゃあちょっとね月またぐ感じでもいいですか、どうぞ、はい、まだちょっと説明しきるところが多分いっぱいあるので、大塩平八郎もどうやって塩を吹いていたかっていうところ、ね、うん、はいはい、次回ね、じゃあねちょっと今回はTo be continued という形で次回へ続くで、はい、楽しみいただきたいと思います。でいいですか、こんな感じで、ね、はい、はい、ありがとうございます。ではまた次回お楽しみに。 YouTube 中学でした。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。はい、お帰りなさいということで、はい、いただきました。はい、 YouTube 中学でございました。 YouTube 中学でございました。はい、前半にねお話ししてたね、はい、なんかいろんなことやってみた方がいいとかっていうのもね、うん、あのさっきのねコーナー YouTube 中学で出てた4人いるじゃないですか、うん、そのうち結婚してるのって健康だけなんですよ、うん、あ、そうなんや。そうそうそう、健康だけで、あと3人はやっぱり一人身やから自由で好きなことできるって思いがちかもしれないですけど、健康、うんうん、もねすごい好きなことしてるのが、うん、やっぱり奥さんに全部やりたいこととか、うんうん、多分話してるんだと思うんです。あ、それ大事かもね、その理解を得る、そんなんね、うん、あかんっていう人もおるかな。それじゃあどうせ言うてもあかんって言われるわって言って諦めるよりも、うん、やっぱりもう最初から口に出してちゃんと相手にパートナーに伝えて、うん、やりたいことちょっとこうなるんや言うてみるのは、うん、やっぱりいいと思います。そうですね、うん、ちゃんとこう気持ちを打ち明けて、うん、あのやっていくというのもいいことかなと思います。はい、バナナ TV。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。